行くぞー。あー、校庭には子どもたちの元気な声が響いています。サッカーをしているのは新人 J リーガーたち。これも研修の一環なんです。福島市の飯坂小学校でサッカーの指導を行ったのは、今年ユナイテッドに加入した新卒の選手4人です。これは J リーグの新人研修の一環で行われたもので、練習のメニューは選手たち自らが考えました。インサイド分かるかな、みんな足の内側で蹴ってみて。ほとんどの選手はサッカーの指導は初めて。児童たちの反応は。100点満点中何点ですか、選手の教え方。やっぱ100点です。すごく優しかったです。ちょっといつかそういうふうに僕もサッカー部の先生になってみたいです。いや、本当にめちゃめちゃ元気ですごいパワーをもらいました。自分が小さい頃サッカー選手に憧れたように、自分もそうやって子どもたちに憧れられて、夢だったり希望っていうのを与えられるような存在になりたいなと思ってます。